今度は米国が提訴する。パリオリンピック、五輪、体操女子種目別床で5日、一度銅メダルだったアナバルボス、ルーマニア、が、13、700で3位だったが、5位の米国上団チャイルズ側が採点見直しを要求。その主張が受け入れられ、チャイルズが銅メダルを獲得していた。しかし、これに対してルーマニアはスポーツ駐在裁判所、CAS、 二提訴して認められ、銅メダルを取り返した。CAS は10日、日本時間11日、ルーマニアの主張を受け入れる。国際体操連盟、フィグは最終順位を元に戻さないといけないと判決を出した。しかしこれに米国が怒った。米 CNN は11日、米国オリンピック・パラリンピック委員会、U ップ。 は、米国体操選手チャイルズの銅メダルを剥奪したスポーツ仲裁裁判所、CAS の判決に対して控訴する予定だと報じた。13-666で5位の記録だったチャイルズ側は競技後、審判陣に技術難易度調整を申し出て、それが認められ、13-766になり、3位に変更された。しかしこの講義が、競技後1分以内との規定をオーバーしたとして、 CAS は無効と判断した。